今回は4月29日 9.98 スタジアムで行われた北信越フットボールリーグディビジョン1の第3節、福井ユナイテッド FC 対 FC 北陸の試合を取材してきました。福井ユナイテッド FC はここまで2試合戦って1勝1分け。ただ開幕戦で1対0、第2節では1対1、両方ともロースコアの試合でした。 JFL を目指す上ではもう少し爆発力が欲しいなっていう感じの結果でしたね。ただ先週は天皇杯予選で福井工大、福井工業大学を相手に6ゴール決めました。まあこの戦いを起爆剤として活かせるかどうかですね。そして対する FC 北陸は開幕からジャパンサッカーカレッジ、そしてアルティスタ浅間に連敗スタートになりました。さてここからどうやって立ち直るかというポイントをどっかで作りたいなっていう試合ですね。さて試合は16時午後4時にキックオフされました。雨が降るか降らないか微妙な天候のスタジアムでした。序盤からペースを握ったのは福井ユナイテッド FC です。まあ力の関係を言えばそうなんですけれども、両サイドでの攻撃を軸に攻め込んでいきました。幅を取って斜め前方向へのサイドチェンジ、大きなこうスクエアのサイドチェンジってよく言いますけどね、そういうものとか、ゴールラインギリギリまでドリブルで仕掛けてからのクロスとか、工夫を見せてチャンスを作っていました。そして前半13分、尾崎栄一郎選手のクロスから伊藤選手がヘディング、サイドバックからサイドバックへのコンビネーションということで見事にゴールへと決めました。前半はこのまま1対0終了しましたけれども、後半は福井ユナイテッド FC がゴールラッシュを見せます。60分には尾崎選手のクロスから押谷勇樹選手が受けてシュート、2点目奪います。押谷選手はこれがあのリーグでは初ゴールでしたね。そして69分、野中海選手が左サイドからドリブルで切れ込んでペナルティーキックを奪って、自らこれを担当して決めて3点目。そして75分には途中出場の風間選手、シュートがゴールキーパーに弾かれたところを押谷選手が押し込んで4点目が入りました。そして80分には右サイドからのクロスが左サイドの方に抜けてきたところを風間選手がシュート、2度目の正直と言いますか、逆ポストにうまく決めて5点目奪いました。そして最後に90分、試合終了間際、北脇健二選手がドリブルで仕掛けて PK を獲得して、それを自ら担当して決めて6点目。最終的には福井ユナイテッド FC 6対0と大勝しました。2つのゴールを振り返って、1本外したんで2本目でうまく合わせて1点目決めれて、まあこぼれ球も風がうまくシュートまで行ったんで、こぼれ球に強く出たんで、まあなんとか結果を残せて良かったです。2点目は尾崎選手からのアシストでしたね。チームの1点目も尾崎さんからのゴールでしたし、まあ、いいボール来るだろうなと思って、もう決めるだけみたいなボールくれたんで、まあ、ほぼ尾崎さんのゴールっていうことにしておきます指導が少し遅れていましたが、自身のフィット具合はどうですか？怪我スタートから始まってるんで、なかなか、まあ、練習試合もやれてないですし、公式戦がで上げてるような感じなので、出た試合もしっかりちゃんとチャンスにも絡めてるし、まあ、ゴールも決めれてるんで、まあ、だんだん自分の中での調子も良くなってきて、今日も45分以上、ハーフタイムまたぐっていうのが個人的に1年ぶりぐらいだったんで、きちいなと思いながらやってましたけど。まあ、これもまた自分の次につながるっていう意味では、まあ、どんどん良くなってきたと思うので、はい、
J リーグを経験された押谷選手、このチームのいいところ、課題となるところ、両方教えてください。まあ、今まで何チームもいて、昇格したチームとかにもいましたけど、チームの雰囲気はすごい、そういうチームと似たような感じありますし、まあ、向上心とかもやっぱり若い選手が多いので、やっぱりみんな持ってますし、まあ、そういう意味ではすごい昇格に近いチームというか、まあ、そういう風にいけるチームであるかなとは思いますし、まあ、でもやっぱり若い選手が多いんで、試合運びだったりとか、まあ、こういう時は守りきるっていうところでやられてしまったりとか、まだまだそういうところ甘いところあるんですけど、まあ、そこはやっぱりキャプテン筆頭にやっぱり怒る人がしっかりいるんで、まあ、僕たちもちょっとだけ言うようにして、キャプテンは基本的に言うようにして、僕らはちょっと上限ぐらいにしておいて、あんまり僕は切られないように頑張ります。地域リーグに来てご自身の意識に変化はありますか？そうですね、まあ、僕はもう拾ってもらった身だと思ってるんで、まあ、そのカテゴリーが下がったって言ってもやっぱり自分の経験してきたものをみんなに還元できればいいなと思いますし、まあ、その福井のためにやれるように頑張っていきたいと思います。ちなみにあの新体制発表の時に尾崎さんが怖いんじゃないかっていう話をしてましたけど、怖いですよ、何回も怒られてます。33歳になって怒られると思わなかったです。また怒られちゃうんでこれ言うと。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。以上です。先制点の感想は？そうですね、個人的にも、今シーズンは2ゴールと5アシストっていう自分の中での目標を立ててたので、まあ、まず1点取れたっていうことが、とても良かったかなと思います。そうですね、あのシーンは尾崎さんがいい形で上がってくれて、逆サイドの準備っていうので、野中選手が、自分のためにスペース空けてくれたところに走り込んだら尾崎選手が見てくれてたので、でそこで合わせられたっていう形で良かったと思います。昨年は激動のシーズンでしたね。今年に向かう心持ちは？去年は、期限付き移籍という形で8月から、来させてもらったんですけど、すぐ怪我しちゃって、リーグ戦も1試合で止まってしまったので、まあ、今シーズン完全移籍でここに来たということで、絶対に昇格してやるという思いと、今までやってきたことを、福井の地で絶対表現するという思いを持ってたので、今このピッチに立ててるかなと思います。サイドバック同士のコンビでゴールでした。両サイドのバランスについてはどのように尾崎選手と話されているんですか？いや、まあ、相手の形によってポジショニングはいろいろ変わるんですけど、今の試合で、ワイドワイドっていう、その詰め難しいんですけど、まあ、そういう戦術もあった中で、サイドバックとサイドバックで得点につなげられて、まあ、戦術的にもうまくいったのかなっていう形でした、ね、ありがとうございます。以上です。ありがとうございます。以上で終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。まずは試合の感想からお願いします。前の試合でこうチームでこう何とかつないで引き分けに富山新庄クラブ戦をできて、で1週間空けて先週は天皇杯ですか、戦った中であの悔しさがどれだけ生かされているかなっていうのはやっぱ疑問に思う部分もあったので、まあ、そういう姿勢をまず自分が試合に出るからには見せたいと思ってましたし、試合の開始からそういう戦いができたと思います。やっぱり前半なかなか追加点取れなくて苦しい時間帯になりましたけど、後半の入りもしっかりとできていたので、まあ、これは次につなげたいなというふうに思います。はい、先ほど話されていた悔しさ、どう生かしてほしいと感じていますか？まあ、前回のリーグ戦の試合で痛い引き分けだったですね。まあ、追いついたんですけど、やっぱ忘れてしまうんですよ、そういう悔しさとかって、まあ、人間多分やっぱそれをこう思い続けてやり続けるっていうのはやっぱすごく難しいんですけど、まあ、今日もそうですけど、やっぱこうやって見に来ていただいた方だったりだとか、まあ、僕らが勝って喜んでいるそれは姿を見たときに、まあ、僕で言えば一昨年の止血もそうですし、昨年の前者もそうですし、やっぱそういう悔しさは正直僕自身はどんな練習でも試合でも忘れちゃいないです。やっぱそれを思い続けてやることが、まあ、成長していくことだと思ってるので、やっぱそこは本当に個々の意識がやっぱすごく大事だし、やっぱそういう場面ってやっぱいろんな、まあ、日常でもそうですけどサッカーしててもやっぱこう蘇ってくる場面っていっぱいあるので、まあ、今日だってもしかしたら失点していたらそういう場面がまた蘇ってくるだろうし、でもう本当にその積み重ねだと思うので、まあ、それを本当に忘れずに日々やっていくことですね。はい、経験豊かな選手がたくさん加入しました。地域リーグの先輩としてどんなことを伝えてらっしゃるんですか？尾崎選手に怒られるっていう話を尾崎さんがしたんですけど、いやいや地域リーグっていう点では先輩じゃないですか、はい、どういうところをこう伝えてらっしゃるんですか？いや全然ですよ、推しも継ぐも特に若い選手とのコミュニケーションもすごく長けてるし、杉もそうですね、杉本も
分かると思いますけど僕はこんなんなんで、それは本当に彼らがいてくれることによって若い選手もやっぱすごくなんていうんですか兄貴分じゃないですけどそういういいコミュニケーション取れてるんで、まあ、本当に感謝してるし僕がこうやって好きに放題できるのも彼らがいるおかげだしやっぱ本当彼らが経験してきてることっていうのはチームに必要なことだしやっぱそういうことを伝え続けながら、まあ、まだリーグ始まって3試合目ですけど本当、まあ、ここから成長し続けなきゃいけないんですけど本当にいいチームになってきているなと思います。まあ、それは、まあ、僕もよく言いますけどやっぱ監督とかスタッフの方とかやっぱそういう人たちがそういう風な方向を持っていってくれているのが一番だと思うんで選手も負けないようにもっと高め合ってやっていくことで結果出して、まあ、皆さん喜ばしたいですね。はい、ちなみに最後に少しだけ落ち着け尾崎のチャントはどうでしたか？落ち着いてますよ。はい、まあ、ただもちろん選手にもレフリーにもリスペクトは持ってます。ただ特に子供らには伝えたいですけどやっぱスポーツマンたるでスポーツマンシップっていうのがあるんですよね。そういうことされたら、まあ、僕はそれはよ、まあ、学生だろうと同じプロだろうと、まあ、社会人だろうともうそれはスポーツやる上では僕は違うと思うんでやっぱそういうことがあった時はやっぱそういうものをがこうなんかできないでも落ち着かなきゃいけないですけどね。まあ、でも実際落ち着いてますよ。はい、言っといてください。はい、ありがとうございます。はい、以上です。はい、ありがとうございました。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 ということで今回は福井ユナイテッド FC 対 FC 北陸の試合ご紹介いたしました。この他にも藤吉慎二監督の記者会見ですとか各選手も3人ありましたけれども半分以下に切っておりますのでちょっと入りきらずに、その完全版につきましては FM お得にというラジオ局の木曜8時半からお送りしているフットボールラウンジ並びにそのポッドキャスト関西フットボールラウンジでお聞きいただけますのでそちらをぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いをいたしましょう。バイバイ。